今日のヒーローはチームトップタイ7勝目をマークしました三馬学投手、そして先制タイムリーヒット渡辺義明選手です。まずは三馬投手に伺います。暑い中での登板になりました。今日のピッチング振り返っていかがでしたか？いや、もう初回が全てかなと思います。やっぱり野手の人に助けてもらって流れに乗れたのが一番です。今日はピンチを背負いながらも要所を締めるピッチングになったと思いますが、まあ、そうですね、まあ、本当に結果的に1点で抑えれたっていうのが、まあ、本当に勝ちにつながったと思うので良かったと思います。3回までに5点の援護点がありましたが、そのあたりはいかがですか？でかいです。本当に、いつも先制点を挙げて返してもらってっていう感じだったんですけど、先に取ってもらって本当にスイスイ投げれたっていうのが本当に野手の皆さんのおかげです。ありがとうございます。チームは6カード連続初戦を取りました。そのカード頭で投げている三馬投手の活躍も大きいと思います。そうですね、負けてないっていうのが一番なんですけど、本当勝ててるのが一番嬉しいです。ありがとうございます。夏休み中、球場には多くの子どもたちも詰めかけています。そんな子どもたちにメッセージをお願いしたんですが、どうしたら三馬さん見たくなれますか？それは僕に言ってるってことではそういうことなんですかね。身長のことで、まだまだプロ目指せると思います。僕でできてるんで頑張ってください。僕も頑張ります。ありがとうございました。さあ、続いて先制タイムリーヒットの活躍、渡辺義明選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。2回ワンアウトランナー2塁で打席が回ってきました。どんな意識で臨みましたか？初回ちょっと取れないボールを声出して取れなかったんで、三馬さんに申し訳なかったんで、何としてでも先制点あげたかったんで、はい、三馬さんにと思って打ちました。打った瞬間の感触はいかがでしたか？そうですね、良かったです。はい、前のカード、札幌ドームでもタイムリーがありました。ここぞの1本が光ってますね。そうですね、チャンスで打てているのは、はい、いいことかなって思うんで、はい、よかったです。このところ先発出場の機会も増えてきました。日増しに存在感も増していると思います。そうですね、毎日爪痕を残そうと思ってしっかりやってるんで、結果残してよかったです。では渡辺選手からも子どもたちにメッセージお願いします。はい、僕でできてるんで大丈夫だと思います。まあ、野球も大事ですけど勉強も頑張ってください。さあ、チームは10連戦の真っ只中、明日もゲームがあります。ファンの皆さんにメッセージお願いします。そうですね、暑い中、応援していただいているんで僕たちも頑張るんで、たくさんの熱い応援よろしくお願いします。ありがとうございました。今日のヒーローは三馬学投手、そして渡辺義明選手でした。ヒーローのお二人には楽天スーパーポイント10万ポイントが贈られます。儀式に参りましょう。どちらになさいますか？では指名型義明選手。それではいきます。3、2、1、バー。